はい、こんにちは。ゲームイズナーロックフィールズです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで今回シロさんがね1体、はい、シャラコムズを入手しましたので、進化を今回ちょっと第5剣で使っていこうかなと思います。反射スピードアジント、ダビティがマイセイパイムに超アンチ、ダメージオール持ってまして、ゲージショットでアンチ減速壁と連撃キラー M 持っております。で、施設が自強化20ターンですね。で、友情コンボが長距離全方位ショットが持っております。まあゲージショットで一応ね、どちらも新しいアビリティがついてるんで、連撃キラーかな。まあ気になるのはこれが、同じ敵を攻撃し続けると攻撃力が徐々に上がっていくと、まあ、1ヒット目はまあ1倍なんですけども、2ヒット目で 1.1 倍で、11ヒット目がまあ最大で2倍になりますよと。クリティカルどうするんだろう。まあだから結構ね、殴んないといけないかったりはすると思うんですけど、だからキラーの表示 M とか、多分 L とかになるのは、あの最大の数値を表してるんじゃないかなと。あ、なるほど、ね。はい、L になったらいきなり 2.5 倍なんじゃなくて 2.5 倍まで上がりますよっていう条件になってくるっぽいですね、これはね。最初から連撃同じ敵投げると2倍とかいうわけじゃないんで、そこだけちょっと注意したいですね。徐々に上がっていきますよ。前方ショットがね、さっきやってくれてるんですよ。やってくれてる、地味強いんだよ、やっぱ。艦隊だったら持ってやばいんだろうな。いや、長距離全方位はね、本当に夢あると思う、これ。大概出してるからね。本日よ。本日よかったね、今ね。これ連撃見せれるかな。ちょっと嫌い。あ、でもこれ上がって結構違うよな。普通に 2,3 回とかだったらもうほぼ意味ないみたいな感じにもなりそうですけどね。なんか直殴り倍率が高いところとかだから結構違ってくるのかな。回撃とかの恩恵はなんか直に受けそうですよね。お、それいいんじゃないですか。こいつだけ当たりたいな。ナイス。な状況。でも減速壁は今のところね、まあ、10打席になると思うんですけど、他には主に出てくるとか、まあ、いけるところでは少ないから、そんなにまあ。とりあえずなんかもう一個作っといてあげようよみたいな感じはいいんじゃないですか。これ一気が出してる友情もこいつがだったら同じなんだ。これ連撃にしてえな。やべ、地味に入んね。地味に入んね。これすごいいいな、一。これこう、ここだよ。これなんですよね。超強前方ショットガンの強さはここからなんですよ。こうなってからなんですよ。やっぱ、ね、いやーでもこれでしょ、普通にやっぱ削るんですよこれ。今の片側だけであんな出る。ただ限定かって言われるとハテナなんですよね。ついてる。マジ毎回そうっすけど、ついてるやついるからね、やっぱり。2体目かシャーロックで。何ですか。あ、そうです。調教はそうですね。清正の2体目ですね。この前の情報修正で誰かいたらちょっと分かんないですけど、星4号とかちょっと把握してない。いなかった気がするな、状況全方位は。確かにいたらちょっと僕反応しそうなんで、いなかったとは思うけど。来た、こういうところ連撃見せるんじゃないですか。いけ、連撃キラー全然だわ。やっぱこれ狙って出すもんじゃねえな、本当。弱点魔力感とか壁感とかもできたな。で、そうね、タイボス用だな、これ。左は解けるでしょ、絶対。オッケー、むしろ結構あっちも入ってたから。十分なんじゃないでしょうか、友情は。あと SS だよね。 SS 持ってる。 SS が 1.5 倍ですね、自強化倍率。そこから連撃で2倍にまでなるんで、まあ、実際11ヒット目以降は過激というか、その SS 中の3倍の殴りになるんですよね。3倍って聞かされると、らしいですね。半端ないな。弱点じゃないところを3回殴った分のダメージが1回で入ってるんですね。ほぼほぼじゃあ持ってくだろうね。持ってきそうっすね。壁ドンみたいな感じか、じゃあ結構。ヒットポイント多い時に対してなんか壁感で使ってみたい感じしますよね。
超強制本位強っ。お面めっちゃ削ってるし、これよな、超強制の方には本当にいいとこだよな。お、もうね、もうこれ攻撃アップ打ち消せるんで、怒りも打ち消せるんで大黒天は関係ないけど、これちょっとあれか、これちょっと下に移動させるか、下に移動させたらできないですよ。ナイス、え、強っ。すごい、本当に近距離やっぱピカイチなものありますよね、うん、なんか当時はなんか短距離拡散、中距離拡散みたいな、うん、本当強いですね、長距離、あの前方ショットが強い。本当自分そんな清正使ってなかったからあれだけど、一時期清正むっちゃ使ってたんで、うん、ただ速攻来ましたね何やってんだろうってなって、速攻来た。これ使わないで連撃いっていいですか。いいよ、持ってかないかな、これワンチャン弱点いってたら、ね、一気の調教全方位も、ね、出るんでね。え、強い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 、どっちも強い。ただ殴りマジで分かりづらい本当に本当に分かりづらい。これ上行きたいな、上寄せとく、うん、上寄せほしいですね。てかこれで終わるよね絶対。終わると思います。これ E1 なんじゃないですかね、あんまり。もうなんか打っていいんじゃない、もうちょっとどうなるか分かんないけど、そのマックスから見たいもんね。うん、それと一球ずらしてなんか邪魔にしたいっていう、うん、よすぎないお前やる気あるのか本当に。これ右尺来ちゃったらちょっと調教前方にめっちゃ入っちゃいそうですね。これ弱点来ないでほしいな、むしろ伸び方も見たいんで。ここ入れますんですよね、右側。あ、いきます。はい、地球効果率 1.5 倍。よし、言わすな。あ、伸び方が全然違うわ。はあ、死にそうですね。あ、でも伸びたね。伸びました。なんか、だいぶ伸びたね、うん、これ持っていけんじゃないの。おっ、麻痺なかったら死んでたってありますよね一回コピーして落雷を、うん、上等じゃないですか、うん。でこれに本当は理想火力超アンダメの倍率も入るんで、うん、さらに火力が伸びると、うん、だから理想火力で言ったらね、限定の中でも相当高いぐらいの、アタッカーは、まあ、文句ないんじゃない。火力出せそうなキャラですよね。で地雷持ってたら、まあ、まあなおさら出ますからね、うん、いやそうだよね。 そこもまた魅力的なとこですよね。でも友情ちょっとびっくりだな、うん、思ったより強かったな。一体でこれ か前方ショットガンっていうと弱いイメージがあると思うんですけど、結構強いんですよ本当、うん、超強前方位なんか威力むちゃくちゃ上がったんで、うん、もう別友情だと考えた方がいいですね。だから清正もね使ってあげてほしい、うんうんうん、俺はもう使いませんけどあいつは同兵ケールまでつけてすっげえ愛してたのに、同兵ケールも今取りましたからねあいつからこいつスピード高いね、うん、てかスピード型、スピードも高いね、うん、スピード型なんで、スピードが速いんで、まああとは過激をこのアビリティで、アビリティたちで補うって感じになりますよね、うん、うん、だから上等ですよね、うん、使ってみたらすげえ、うん、よかったな、うん、全然強えわ、うん、強い。ただね、何回も言うようにどうすればいいのと、どうすればいいのかはあるけどどうすればいいのと。でもなんか全然、うん、今のこのまま前地雷とかダメ大枠で入れ替えとの枠としてはなんか十分なんか普通に使えるね、なんか他のね、地雷ダメ大枠で勝負するなら十分戦えるというか、むしろトップクラスの強さ誇ってくるんじゃないかなと思いますけどね。枚数ダメだって相当少なかったですもんね。そうだよね、こうだったしね、ハーレーとかになってくるでしょ戦うのが。うん、勝ちですね、勝ちだね、勝ちだわ、圧勝ですね。ここはこのジャンルは。ただハーレーにボコられますね、うん、時と場合によると、時と場合によりハーレーにはボコられると思う。最高のフィニッシャーなんで、うん、ハーレーはもうちょっと他のキャラと評価のされ方が違うんだよね。ちょっとそうね、うん、ハーレーさんはこいつが
マックスで殴るところを一発ぐらいで出しちゃう。マックス。マックス。しかも飛ばしちゃう可能性もあるから、それはちょっとどうしようもがないけど。まあでも友情強いし、ね、バランスいいね、うん。バランスがすごい。ですね。なんか使い方難しそうですけどね。うん、接待はしやすそうですけど。接待はね、うん、確かに。まあ、原則壁本当出たら無双するだろう。あと輝くのはその雑魚一体一体をちょっとヒットポイントが高い蘇生ループみたいな、うんうん、あるじゃないですか。あ、はい、そういうところでなんか他のやつがあいつちょっと削って削ってってやらなきゃいけないところを、うん、こいつ連撃あるからその間の上下でこうやってカンカンするときにもうこいつだけ倒せるみたいな。それむっちゃありそうじゃない、はい、イメージしやすいですよね。それむっちゃありそう、うん、連撃何ヒット目でそう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 こいつしかワンパンできませんみたいな。うわ他のやつははいじゃああともう2パンしないみたいな、うん、でスピードも速いんで、ね、連撃もしやすいっていうので相性はいいですよ、ね、めっちゃ納得できる。うん、身が難しいなこいつ、はい、ただまあ神化使ってる人が多いかなってイメージなんで、まあ、今回ちょっと神化確かにね、うん、使ってないですけれどもこれっすよね。こっちだね本当に強さの割り持ってってんのはね。やっぱり砲撃とはこっちもこっちで、うん、おかしいよね。これはね、これは強いよ。こっちはほんと強いと思う。これこそ文句ない限定スペックだよね。端から端までね。ウォールムービングはやっぱ期待してた通りの強さでしたね。ウォールムービング強いね。あんま使ってないと言えど、うん、ですね、強かったね、こいつはね。みんなどこ行ってんだろう。こっちで大黒点いけってことですね。まあ、24はちょっとこれで救われた人いたっぽいんで、うん、入ってんだね、うん、もうすでに。やっぱラスゲーずるいよね。サンダーバード当たってね反撃発動されるだけでね、あの SS 打てば倒せるっていうのはやっぱいいよね。ダメが展開されないんで。でこっちも25番なんか入ってるね、うん、ですからね。チフィタスこっちじゃないでしょ。あ、これはあれか、こっちじゃない。進化進化ですね。まあなんでこれから多分ね徐々にここでも強かったですけど、まあでも現状でもうこれだけいけてるんだったら十分か、うんうん、そもそもの初めに比べたらなんか ね、そこで使えるっていうのが分かっただけで、まあ、結構かなりの高難易度にはなってるとは思うし、うん、思うけど、はい、他のところも全然使えるから当たった人は本当にラッキーっていう感じで、ここでも強かったし、これも強かった、はい、こういう使い方ありましたらぜひよろしくお願いします。使える場所は出てほしいですね、うん、また罪を二の前を繰り返されてほしいですね。まあでも、うん、とりあえずここから探偵シリーズが来るのかなみたいな人はちゃんとよろしくお願いします。じゃ今回もゲームの情報からお送りしました。ダルクピーミズでした。ご視聴ありがとうございました。クヘイ、アカウントを量産して何しろの流れ低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。